Hi everybody, how are you doing? Are you looking for how to speak English well? Or do you want to catch up what they say, native speaker said? If you like to get the both of them, I would recommend you to do shadowing. Because I did it, and then I've got an English brain, so I can speak English well. So why don't you try to do that? If you are interested in how to do it, I'm glad to show you how to do it. Let's get started like this. And let's not forget that the text is to go to the bottom of the church land. So yes, let's do it. Okay, we are here to design the Declaration of Independence. Let's take a roll call first. Thomas Jefferson here. Benjamin Franklin here. John Footpenis here to 10 o'clock now. Why? Mind your business, that's why. Well, somehow this goes near later, this goes right away. I suppose there's one thing I can do before the later school test the ability, then do it. Well, drop the dumbest student we have. Chris Griffin is hereby expelled. But if I leave now, I won't kill the dumbest kid at the school. はい、ね、シャドーイング、このように聞いて話すんですけども、やっぱり早くて聞き取れないって方が圧倒的に多いですね。でなんで早くて聞き取れないのかっていうところは、まあ、いつも話しますけど、英語の子音の音だけ単音で話してるとどうしても日本語よりも単語が短く発音されてるんで、聞き取れないんですね。これを克服するにはどうしたらいいかって言ったら、まず最初に呼吸法を書いてください、ね、英語の子音が、はっきり話せるようになってくると、このシャドーイングっていうんですけども、聞いて話すことをするときにちゃんとついてくれるようになります、ね。もともと英語の子音の音の出し方は、日本語は母音と子音がくっついてますけど、英語は子音単音の音で話さなきゃいけないですね。例えばエキストラね、 EXRT、 ここも全部子音ですね。母音入ってないです。で最後に A、 エキストラね、このように子音単音の音で出すために必要なのは、子音の単音がどういう音なのかっていうのを知ることが大切なんですね。で子音の音はこう息をハーって出して、それを下ベロとか口の中でドームを作ったり、唇で、その出る息を邪魔するときにできる音が子音の音なんですね。ですので子音の音を出そうと思ったときには、やっぱ強い息の出し方が必要なんです。これは日本人が、不得意な一個一個の呼吸なんですね。でそれを変えるにはどうしたらいいかって言ったら、肋骨にたくさんの空気を入れて、腹横筋っていうお腹深部の筋肉を鍛えるんですけども、これがまあどうやっていいかわからない、ね、そういう方はまず整体、お近くの整体で行って構わないんで、やってくれるところですね、肋骨の筋肉、横隔膜の筋肉を緩ませてもらってください。でその後にお腹深部の腹横筋っていうのを鍛え方を教えてもらえれば、この、強い息の出し方ができます。でその後は口の中で子音の音作りですね。例えば R、ね、下ベロ R のサウンドを作ったりとか、 TH、邪魔する時の F、ね、Thank you のこういった音ですね、これを自分で練習することができます。で、それが終わったら今度は今のシャドーイングですね。 0.5 のスピード、速いですから 0.5 のスピード、 0.75 のスピードで1のスピードで、1のスピードが慣れてくるように頑張ってください、ね、1のスピード何が手に入れられるかといったら、ネイティブスピーカーの話すスピードと、それからアクセントの連続のイントネーションが手に入れられます、ね、あとそれを結局同じふうに練習してくることによって、話す練習にもなる、聞く練習、話す練習両方できます。で最後は、皆さんが今聞き取った音ね、練習した音を英語で何て書いてあるかを見て、でそれの、日本語でどういう意味なのか調べないと、英語のにはならないので注意してください、ね。どなたも今言った通りにやれば、ちゃんと英語が話せると思いますので頑張ってみてくださいね。それでは。